ダナキャランダナキャランはアメリカ合衆国のファッションデザイナー。自身の名を冠した世界的なファッションブランド、ドんナキャランニューヨークを持つ。ドんナキャランニューヨークはセカンドラインのドニーと共に LVMH に属している。アメリカ合衆国ニューヨーククイーンズのフォレストヒルにてユダヤ人家庭に生まれるが、下手屋のまま父とモデルの母と共に過ごしたロングアイランドで成長。 地元で14歳で服を売り始める。1966年高校卒業と同時に、パーソンズスクール・オブ・デザインに入学するも、アン・クラインのアトリエで働くために2年で中退する。1974年、クラインの死去に伴い、ヘッドデザイナーに抜擢される。1977年、ルイズ・デロリオと共に、コティ賞受賞。1981年にも再び受賞している。 1985年、夫のワイスと共に、多き費用の資本によって、ダナキャラニューヨーク社を設立し独立する。同年、デザイナーオブザイヤーを受賞。1988年、どんなキャラニューヨークの略称にちなむブランド、ドニー創設。1990年、二度目となる。デザイナーオブザイヤー受賞。同年、ドニージーンズ創設。翌1991年。 ドナカラン・メン、さらに1992年、ドニー・メンを創設。同年、メンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤー受賞。1997年、ウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2000年、ダナキャラン所有のガブリエル・スタジオが、LVMH に買収され、LVMH の参加に入った。2016年、GLLL アパレルグループが買収し、参加に入る。 1990年代、ライセンス生産による T シャツを販売したが、大量生産と偽造品の反乱により、ブランドイメージは著しく損なわれた。2003年9月20日に、同じ LVMH に属するセリーヌ、ロエベ、フェンディと同時に、東京都渋谷区の表参道に路面店をオープンした。なお、企業としては LVMH グループに属するが、日本国内では、 オンワードカシヤマがライセンスを保有している。2008年9月から千葉マリンスタジアムのバックネット下に広告を掲示している。同年12月、ドニーのスーツが千葉ロッテマリーンズ選手のオフィシャルウェアに採用された。ありがとうございます。